こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はバレー・オブ・ファイヤー州立公園に行ってきました。というお話です。バレー・オブ・ファイヤー州立公園は、ラスベガスから車で1時間ほどのところにあります。夕日に照らされると燃え上がるような炎のように見えるところから、バレー・オブ・ファイヤー、火の谷という名前がついたそうです。公園に入ってすぐのところに、このビーハイブと読むんでしょうかね。蜂の巣に似た真っ赤な、ロックがあります。ラスベガスが来るとこれが一番目に見える、ロックになります。いや、とにかくすごい景色ですよね。岩は赤い、本当に燃えてるような岩ばかりです。まあ、名前の由来にもありますように、火の谷というのがよく、わかる場所ですね。次はアトラトルロックというところに行きました。ここはですね、ペトログリフというその大昔のネイティブアメリカンが描いた、壁画がある場所です。このようにね、結構岩の上の方に描かれてるんですが、階段がありまして、こうやってギリギリのところまで、見えるようになっています。まあね、ちょっとね、現代人が落書きしちゃったのが残念かなと思いますね。やっぱりこういったものに落書きはいけませんよね。とにかく非常にね、素晴らしい岩がたくさんあります。次はですね、アーチロックというところなんですが、車で来てみるとね、反対側から来るんですがね、アーチってどこがアーチなんだろうって散々探してしまいました。そしたら近くではなくね、結構引いて、見てみると、なんと上の方にね、アーチがありました。これ見落とすとこでしたね。ちょっと引いてみるとよくわかるという岩でした。そしてですね、今回このバレーオブファイヤーの一番のメインとなるところですが、これがホワイトドームという、場所なんですけれども、ここはね、45分のハイキングコースがあります。今映像はね、そこへ行く道を、撮影しております。かなりねくねくねとしてまして、その間に、いろんな駐車場があって、駐車場ごとにいろいろ見どころがあるといった形ですね。これをねずっと走っていきますと、最後にこのホワイトドームという場所に行くことになります。先ほどはね、真っ赤な岩ばかりだったんですが、ここ行くとまたちょっと様相が変わりまして、もちろん赤い岩もありますが、今度白い岩もあるという、なかなかね、日本では見られないなんか風景かなと、逆に言うとね、アメリカならではの風景じゃないかなというふうに思いました。平日ということでね、空いているんだろうとは思うんですが、そういう人も結構いろいろな方がいらっしゃってますね。
まあ、ここにはねすごい見どころがたくさんあるんですが、まあ入り口入ったところでですねパンフレットをもらいまして、あれがあるこれがあると言ってどこ行こうかなということで、いろいろ、場所が選べます。まあ、今回はねラスベガス方面から入ってきましたので順番に見ていくという形になります。さあこれでもうそろそろこのホワイトドームのエリアに近づいてきました。ここが駐車場最終地点になります。まあ、ここからね、45分歩くんですが、見てください、こんな素晴らしいハイキングコースなんですね。おそらくこれね大雨があった時ここに水がバーッと流れるんじゃないかと、まあ、こちらで大雨ってフラッシュフルードって言いますけれども、その時にね水がバーッと流れてきて相当な年月をかけてこの岩を削っていった結果こんな風になったという、まあ、非常にねこの辺では結構いろんな場所があります。同じような場所がたくさんあります。本当に、ね、素晴らしい、景色だと思います。ここはそれといったハイキングにしては初級で十分な場所ですね。小さいお子さんもね一緒に歩いてました。まあちょっとねきついっちゃきついんですが、まあ長さとしてはね2キロ程度なんでね45分ぐらいで歩くことができます。ここはねちょうどホワイトドームの反対側ちょっと平らになってるとこあるんですけどね、ここも赤い岩と白い、まあ、岩といろいろあって本当に素晴らしい景色だと思いました。まあね本当にこういった素晴らしい景色はアメリカならではで、この辺の地域にはいっぱいこういうところがあるんですね。ではまた。ディナー&ティム、アメリカ暮らしでした。